いや、トンネルの中ちょっと行ってみるか。逆側も見てみよう。逆側まで電波届くかな、これ。それ心配になってきたな、これ。理論上 200m は外からの Wi-Fi 飛ばしていけるから200はねえと思うんだよな、ここ。なんでトンネル多いのかな。いや、なんだろうね、大地の腹綿を削っちゃうからじゃないかな。あ、これね、多分落書き昔あったんだと思うんだよ。消したんだ。だからってあの防犯カメラつけてるのは落書き対策です。昔は治安が悪かったんだろうね。登るとこがないんだよな。俺ってかね、これ過去に点々と上登ったんですよ。すげえ危なかった。落ちたら一巻の終わりの場所だった。内側は上りの、いた。お出迎えか。いや、でかくないよ。もう目の前だね。その辺浮遊してる感じだね。電気設備をやるから、こうやってゲートを開かしちゃったんだよ。あ、でもちゃんと顔認識はしてるね。スマホのやつは何てやつ？これはアプリなんですね。オーストラリアなんですね。これオーストラリアのゴーストハンターの人が開発したやつなんですね。まあ、キネクトシステムはアメリカなんですけど。これに聞かれた直後に小さい声で喋った。マジか。ああ。そしたら、あれだな、またタイムスタンプ時刻を。あ、時刻じゃない、タイムスタンプお願いします。タイムスタンプ時刻って、まあ、セリカさん、探すな、でも時刻だろうなと。
大丈夫ですか？ああ、心配してくれてるんですか？僕が今、咳してたから。優しいですね。いやー、でも配信が伸びれば伸びるほどね、タイムスタンプがずれてっちゃうからね。うるさいっていうか、パソコンにさ、取り込んだときにさ、音ずれしちゃうんですよ、あれのせいで、なんか。だからやめたんですよ、なんか。よく考えたら、アメスクリプトのオーストラリアのゴーストハンターたちもこれ、音消してんだよなと思って。消して。え、消してって、あ、ライト、はい。なんか、まあ、完全アミスクリプトの真似なんだけどさ、まあ、なんかこれと合わせてなんかスピリットボックス使ったりしてるからさ、まあ、やれることなんか全部やろうかなって。疲れました。いや、俺も疲れましたよ。お互い様ですね、幽霊さん。食べるの疲れたの。 あ、次回の、そう、配信から使うことになりますね。番号。私が行く必要があります。私が行く必要があります。お好きにどうぞ。最近このフレーズ多いよな。なんか行く必要。再び。再び、どこへ行くんだよ。あ、ちいさんこんばんは。あ、セルガさん、26のぬぐ。このトンネルは、あれでしょ、きれいに作り直したでしょ。もともとはただのレンガ作りの古いトンネルでしょ、この作りだと。これ戦時中のなんか絡んでんな、おそらく。なんかね、そこのここの一点だけ反応するの、なんか。あ、これ今俺の手の反応で、この関節部。さっきこう向けた時にこう。こうやってなんかやってる。ほら、ここも反応するし、ほら。